はい、どうも、妖怪三国志国取り寄せ、今回もやっていきます。無限吹雪姫、無限呪縛吹雪姫か。こちらね、ようやくレベルマックスにしたので、まあ、ついでにね、転生ランク、まあ私、エンマ持ってないんだけど、まあ、5体ね、初めて揃ったんで、ちょっと使っていきたいなと思います。薄ら影 60% だね、2人。で悪い取り付けの効果時間減少が、これがね、イベントボス戦でかなり、まあ有利というか、重要かな。このヒットポイント少ないほどってやつは、ちょっとね、使い道がどうなってくるのか。はい、ちょっとやってみようかな。半分以上の時に伝えるの。これもね、討伐戦では使いにくいかな。はい。呪縛のブリザード。で、なんといってもね、みんな大好き打ち消しガードの取り付けがあって、妖力アップのね、効果8のバフがあるので、多分ね、妖力がすごい上がるんでしょうと。そんで必殺もね、守りダウン超睡眠ということで、これが必中ってのがすごいんだよね。必中超睡眠ってことでしょ、間違ったらごめんね。でただね、妖術がね、吸収なんだよね。そして必殺氷ということで、どうなんでしょう。まあでも、このヒットポイント少なくなったらっていうのがあるんだけど、これが発動するのは吸収もあるし、なかなか発動しないのかなっていうところはあるかな。はい。なんで、一応ね、どっちが強いですかっていうところはあるんだけど、リュータとね、まあどっちも強いけど、まあ吹雪姫の方がね、8がね、やっぱマックスのバフなんで、いつまで経っても使えるのかなっていうところで、リュータがね、こっちは効果7ね、のバフで、こっちは20秒だけどね、お守りと。だからリュータと吹雪姫はいいコンビになるんじゃないかなと思うけどね。超睡眠、こっちも超睡眠だけど、こっちは必中ではないと。で、こっちは回避ダウン。いいね。で、こっちは攻撃速度、予期ゲージと。ナタね。まあ、ナタの場合、この命中ダウンが驚異的に強かったんだよね。なんで。で、こっちは超サボりね。妖精ね。エンマだけ持ってない。強打がバリアをね、打ち破ってくれるということで。で、こっちはバトル開始で、ダウン系だね、命中ダウン。まあこの辺もなんか合わせていろいろ見ていきましょうか。後天地支援馬がないのが本当に残念なんだけどね。はい、たまたま、まだ確定までいってないんですけど、10連でリュータが出て、単発でね、吹雪姫が出ましたと。はい、なんで本当のね、バトルマックスフォームはね、こんな感じで、リュータ120マックスレベルね。吹雪ちゃんは回避が高くていいね。妖力も今んとこね、全妖怪ナンバーワンになっていきます。ちょ、大辞典でも妖力ナンバーワンがね、やきもちですね、違いますね。吹雪ちゃんね、後天使シェンマよりも妖力が100ぐらい高いっていうね、感じですね。文中がその、もう全然違うけどね。サンタダッキさん。疾風陣雷のロソルね。はい。そして我らがコマミサンタって感じで。という感じですね。まあ今後ね、打ち消しガードまで来ちゃったから、今後は超加護とかね、この辺がまたやってくるのかな。超加護打ち消しガード。これが転生できたら、まあ最強クラスになってくると思うけど、まあ十分ね、打ち消しガードいいので、超加護妖怪とね、使って、打ち消しでね、やられないようにしたらもうね、すぐやられないよっていう感じで、いい妖怪になってくるんじゃないでしょうか。ちょっとごめん、大辞典見たかったんだ。ちなみに、ヒットポイントは、四天王者のね、10年前、死竜の呪いに侵され、都に伏した。でいいのか。花鳥島工作じゃなくて、島町吹雪姫ね。無限の呪縛に囚われながらも、オリジンと守ろうとする。
彼女の強い思いが分身を生み出した。分身なのこれ。あれ、なんかあんまり熱流イベント分かってないな。で、リュータなんか今後ね、さっきの少年もいたけど、純真、勇気、あともう一個なんか闘志か、闘志が多分次豪傑で出てくると思うんだけど、そして最後ね、竜神リュータになるんで、あと4体強力リュータが出てくるんでね、妖怪三プニプニではなんか3ヶ月ぐらいで正義の後竜神まで行ったんですけど、こっからね、どうなることやらという感じですよね。リュータ、まあちょっとオロチシュウがね、残念ながら小生だったのはね、今となっちゃ残念だったんですけど、シュウもね、ついでに私出たんですよね。シュウも打ち消しガードね。うん、最近ね、もうね、打ち消しガードなんですよ、もうとにかくね。ソディアライア、はい、今年はね、特に打ち消しガード、まあバンバレアは必殺打ち消しガードだけどね。で、あとピックアップでゲットした大きい陣が、これが両方打ち消しガードね、超過具打ち消しガード。まあだからね、とにかく超過具打ち消しガードが出てきたらもうぶっ込むぜって感じですかね。はい、じゃあちょっと使っていきましょうかね。どこで使おうかなと思ったんですけど、やっぱ高難度チャレンジだな。ちょっと私高難度チャレンジね、やってないやつがあるんで、ちょっとこれもまた打ち消しガードと消火口は揃ったからね、もういけよって感じなんだけど、なんかめんどくさくてサボってんな。はい、じゃあちょっとこいつら、この潮流儀で使ってみましょうかね。展示士もいるし、あ、ゴールデン展示士だったね。どんなもんかねっていうね。まあ、必殺ゲージもね、そうだ、言うの忘れて、必殺ゲージも結構ね、かなり溜まりやすいので、これもいいんだよね。ちょっと陽線は回復させて、これに本当は天使がいたらもっとね、ガードが最初の、うん、安定感が。陽線は強打か、もうバリアなかったけど。そしてナタは打ち消し、そして吹雪姫が先に溜まったけど、リュータが先に行って、これがどんぐらいの守りダウン、超睡眠かかるんだな。あー、だから超睡眠効くと、この劉備超睡眠効くんだな。はい、あ、結構金貨も稼げるね。で、一応ね、リュータの取り付けはね、前も見したけど、7のバフでリュータが880ぐらい力がね、上がってますね。うん、で、8のバフは吹雪姫ね、ちょっと光栄妖怪吹雪姫しかいなかったんですけど、1085のね、妖力上がってるんで、かなりの妖力アップでござんすね。1080ってのは、これ何パーアップとかなのかね、ちょっと、なんか知ってる人教えてください。で、ナタの取り付くか、こう、陽気、70% ってすごいな。うん。そして、G 天地シェイマの取り付くも、お守りでブロックと。で、四天童子の取り付くは、回避ダウンなんだな。で、サボり反射してきやがったんだな。なるほどね。サボり、結構反射してくんな。帰ってやんない方がいいかもね。で、妖精の取り付くが攻撃速度と命中ダウンか。なるほどね。まあちょこちょこミスがあるから、やっぱり必中ってのがすごいんだろうな。あ、こっちは必中じゃないか。必殺が必中か。で、劉備で打ち消しをガードしたんだな。打ち消しガードが効いてますね。やっぱり、打ち消しガードいいな。で、劉備がなんかやってきて、バリア作ったけど、花公園でバリア倒しちゃったかな。超睡眠がやってきたけど、結構ミスってるね。お守りがあるからいいのか。回避とかって、取り付くにも影響してるのかね。陽線とか竜太の攻撃はみんなクリティカルになって、
見たいのは要線ってこんな感じなのか。調査堀。要線は召喚ゲージ 50% 減少とかなのかな。そうだな、お守り相手だとちょっとあれなんだな、調査堀がお守られちゃったんだ。でナタが回避ダウンで、吹雪ちゃんだ一番見たかったの。リュータの必殺はクリティカルにちゃんとなって、攻撃速度陽気ゲージダウンと、で味方の陽気ゲージアップで、吹雪姫はちゃんとクリティカル入ってんだね。守りダウンが480だ、結構ダウンすんね。そして超睡眠なんだね。はい、まあやっぱ8のバフってなかなか、あの頭皮中だからいいねっていう感じですかね。結構ちゃんとみんなクリティカル効いてくれてるんだね。あ、陽線クリティカル王か。吹雪ちゃんもクリティカルないけど、結構クリティカルちゃんと入ってたな。はい、そんな感じで、やっぱ8のバフはすごいねっていうね、そういうお話でございました。はい、まあ一応ね、ステンドージが1万2002まで行くのかな。あ、これはあれだ、1つだから1万までか。はい、という感じで、まあおそらくね、今一生懸命頑張ってるシュカちゃんがあと半分ですね。シュカちゃんがこれはプリチー系の何なんだな、4体系だ。で不気味アップだ。で吹雪姫はウスラーで、シュカが不気味だからね、アイテムドロップ50とかいらねえんだけど。はい、まあプリチー火はねかなり多くイベントが来るので、シュカいるとね私的には今後助かるんで、シュカもねちょっと結構到達ポイントやばいんだけど、ゲットしていきたいなと思います。プリチー揚力でいくのか。プリポカ火がねあんまりいないんですよね、育ってるやつが。なんでシュカさんね重要なんで、はい、ちょっと絶対ゲットしたいのでサイコロ頑張りたいと思います。まあ多分転生今後どうなんでしょうね、次のイベントでまた1体で、1ヶ月5体ぐらいかね。ガシャが2体で、ガシャがあれだもんね、あのこれ3月16日までだけど、期間的にだいたい1ヶ月ぐらいだもんね。だから1ヶ月でガシャが2体の、イベントボスが2体から3体って感じで、まあ、1ヶ月5体ぐらい、あと今後ヘスガシャもちょっと分かんないけどね、1ヶ月5、6体として、まだまだね1年経ってもそんなに、はい、戦力外にまだならないと思うんでね、もうなんといってももうね、あれだけ手塩に育てた小生妖怪たちをね、あっという間に抜き去っていってしまいましたんで、はい、これはちょっとガシガシゲットできるとありがたいですね。でまだね始めたばっかりのユーザーもね、かなり、まあ全然追い抜かすのはなかなかすぐできないけど、結構ね、ベテラン勢に並ぶこともね可能なんじゃないかなっていう感じで、はい、ちょっとシュカさん今回使っ、シュカさんじゃねえや、吹雪姫使ってみました。やっぱね超睡眠はやっぱりイベントで役に立つからな。だから本当にイベントごとで、イベントごとで使い分けができるけど、やっぱ超睡眠でかいな。はい、という感じです。陽線もねクリティカルとかあっていいんじゃないでしょうか。はい、じゃあすみません、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、このチケシガードいいな。
はい、すみません。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いいね。